こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカのレッジファインダーデジタルカメラボディ、ライカ M になるんですけれども、まあ、もちろんフルサイズですね。M8、M9 ときましてですね、どんどん性能が上がってきているんですけれども、まあ、解像度とかですね、操作性、この背面の液晶の大きさとかですね、非常に性能がガンガンと上がってきているわけですけれども、このライカ M からですね、装備された機能で、一番やっぱり目玉といえば、ライブビュー機能ですよね。まあ、ライブビューっていうのはもちろん、普通のデジタルカメラには、普通に搭載されている機能なんですけれども、レンズで見た画像をそのまま背面の、画像で確認しながら撮れるということなんですね。普段、レンジファインダーで、このファインダーで見ているとですね、レンズの見たままの画像ではなくて、ブライトフレームで切り取った、というか、ブライトフレームで自分でこう、最終的に撮られる画像を想像して、撮影しなきゃいけないんですけれども、まあ、ライブビュー機能がついたことによってですね、ほぼ一眼レフと同じようにですね、レンズが見ている画像をそのまま確認しながら撮影できるというふうになったんですね。でもって、この背面の液晶が、まあ、屋外とかで見にくい場合とかですね、あとは精密なピント合わせをしたいときには、この外付けの UFB ファインダーをこう取り付けることによって、はい、ピントの拡大機能もついてますので、より精密なピント合わせができるようになったわけですね。まあ、こう、上から覗いてウエストレベルで撮影することもできますし、もちろん手動調整とかもついてますね。はい。まあ、撮影するときにこれをポチッと押せばですね、自動的にライブビューの映像がこの中のモニターに表示されるということになるんですね。はい。はい。とまあですね、ラカ M についてはですね、ネットとかで、多分皆さんですね、ご覧になっていると思いますので、今回のこの中古になりますので、この個体の外観から見ていきたいと思います。外観はですね、ご覧の通り、使用感という使用感はほぼほぼ見られずにですね、かなり綺麗な状態ですね。はい。こういう角とかですね、軍艦部にも、スレとか当たりへこみ、などのようなものは全くありませんので、備品と言って差し支えないと思います。底蓋の部分にもですね、フィルムが貼られたままですので、傷とかは全くないですね。で、背面の液晶もサファイアガラスが採用されてますので、こう拭いた後とかですね、ぶつけた後は全くないですね。はい。特に保護シールのようなものは貼られてませんので、お求めになった後にですね、保護シールを貼っていただければと思います。はい。バッテリーが入ってなかったですね。すいません。はい。バッテリーはこの下から入れますね。よいしょ。バッテリーは、M8、M9 とは違ってですね、こういったちょっとボックス型の大きめのバッテリーになりましたね。で、レンズがついてないとですね、レンズがついてませんって注意が出ちゃいますんで、これで。はい。つけていきます。はい。はい。メニューとか、日本語で全部きれいに表示されてますね。はい。まあ、こんな感じですね。はい。ライブビューをつけると、まあ、これ今ライブビュー見てるんですけれども、これ付き見えますね。で、はい。で、撮影した画像も、こう、すごく綺麗に確認することができますね。先ほどちょっとモノクロで試してみたんですけれども、このような感じで、綺麗にきっちり見えてますね。はい。もちろんですね、機能的な部分は全く問題なくてですね、皆さん大体オートで撮影されると思いますけれども、はい。このシャッター音も非常に静かでですね、はい。機能的な面は全く問題はありません。はい。
一時期ですね、このセンサーの、コーティングが剥離するという問題があったんですけれど、もしですね、何か問題があった場合はですね、ライカジャパンさんの方に送ればですね、無償で交換はしてくれます。ただ、その症状が発生しないと無償では交換してくれないらしいですね。はい。はい、ということでですね、はい、外観は備品で機能的にも全く問題のないライカ M になります。付属品がですね、先ほどご覧いただいたこちらの、UFV2 のファインダーですね、箱付きで、全くほぼほぼ使用感のない大変綺麗な品ですね。はい。箱の中には、説明書とかこういったケースも入ってますね。ファインダーをつけてないときはですね、こういったアタッチメントもありますので、はい。そして中箱ですね。はい、こういったウレタンの入った中箱をお付けいたします。はい、それと、取扱説明書ですね。日本語のものがきっちりついてますね。はい。それと、いろんな書類ですね。はい。英語、ドイツ語のマニュアルもついてます。はい。はい、こういった冊子類が、一通り全部ついてます。それと、もちろんバッテリーのチャージャーですね。バッテリーのチャージャーと、バッテリーのチャージャーにつける、はい、ケーブル類ですね。はい、こちらをひとまとめでお届けいたします。あとはこういったケーブルとかですね、チャージャーを入れる、この巾着の袋がいくつかついてます。そして、こちらの、こちらは未使用ではないみたいですけれども、一応綺麗な状態のライカの純正ストラップが、付属いたします。はい、それと最後にこちらの、外箱ですね。はい、ライカ M の、はい、純正の外箱が、はい、付いております。この外箱も傷んだりせずにですね、そのまま非常に綺麗な状態で残ってますので、これごとお届けいたします。はい、シリアルも合ってますんで、正真正銘の外箱ですね。はい、はい、ということで、はい、ライカの、現行のフルサイズレンジファインダーカメラボディ、はい、ライブビュー付き機能付きの、はい、ライカ M タイプ240になっております。はい、そしてこのやはりこのタイプ240には必須というか、ぜひ使っていただきたい EVF2 ファインダー、こちらもお付けいたします。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。